毎度お世話になっております。夏色ハイスクール実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい、前回はアナッチに部長のことを託してメグ姉が消滅してしまいましたね。でも僕たちは悲しみを乗り越えて明日へと進んでいかなければなりません。なのでメグ姉のことは心の中に留めておきましょう。ありがとうメグ姉、フォーエバーメグ姉。どうも大神先輩。ちょっと噛んじゃったのが気になるけど、そんなことでやり直しはしないぜ。こんにちは弥生さん。あら、いらっしゃい。部活はもう上がりなの？やっぱ神社にいたね。はは、そうでもないです。サボりはダメよ。いや、メグ姉がさ、消えちゃったからさ、この世界からフライアウェイしちゃって、もうね、話す人が今いないんすよ。部長もイベント起きなくなっちゃったからね。まあちょっと休憩がてら寄ったってことで。弥生さんは家の手伝いですか？そうね。朝夕の境内の掃除は家族でローテーションよ。今日は巫女服じゃないんだね。そうなんですか？へえ、掃除の時は巫女服じゃないんですね。それね。今日はたまたまよ。別に衣装が重要なわけじゃないから、その前にやっていることで変わる感じね。いや、重要でしょう。神社にいる巫女さんが巫女服着てないと、なんかありがたみが8割くらい下がるよ。ちなみになんですけど、巫女さんってどういう仕事があるんですか？なんだか前にもそんなことを聞かれた気がするけど。懐かしいな。パート10いかないかくらいにそんな話した気がするね。そうでしたっけ？ははまあ改めてってことでぜひ教えてください。そうね。他の神社がどうかは知らないけど、うちのところはだいたい掃除とか参拝客のお世話とか社務所の店番とかかな。お世話？そこ詳しくお願いします。結構忙しいんですか？忙しさは日によって違うわ。ああ、でも休みの日の方が忙しいわね。参拝客が多いから。ここの神社ってどういう神様なの？まあ辰神様なのは知ってんだけど、あの人がどういう神様なのかよくわかんないんだけど。そうでしょうね、なんとなくわかります。なんだろう、浪費癖を直すための神様とかなのかな。あえて神様が課金ガチャに手を出していることで、それにお参りに来る信者の方々はこうならないようにっていう反面教師的な。 あとご祈祷のお手伝いとか舞とか経理の手伝いなんかもするわよ。お、舞みたいね。舞見せてよ。弥生さんも舞をするんですか？見てみたいな。今度機会があればね。私舞はあまり得意じゃないから正直恥ずかしいのだけれど。金ガチャが出る舞みたいな感じなのかな。いいんじゃないですか、別に。マイカー、いいな。そうつちょっとぐらいいいじゃないですか。手厳しいな。ひどいな、弥生さん。妄想じゃなくて想像と言ってください。横島の念が混じっている場合は、漏れなく妄想と言うべきよ。入ってませんってば。本当は入ってるけど。本当は入ってるけど。心を読むな。うっ！だからそういうの怖いって、弥生さん。じゃあ、俺はそろそろ部活に戻りますね。弥生さん、お疲れさまです。さよなら。また、弥生さんが爆発飛散してしまった。ちょっと、辰神様に挨拶したいんだけど、下まで戻すのやめてもらえますかね。なんでバシルーラするんだよ。登るのめんどくさいんだぞ、ここ。お、イベント起きた。おはは、その登場の仕方はこだわってんの？何か腹立つんですけど。え、辰神様いきなり出てきてどうしたんですか？まだお賽銭入れてませんよ。金にがめついこの男が金も払わずに出てくるとは、どういうことだ。特別サービスじゃ。やっぱ普段はお金払わないと出てきてくれないんだね。嫌な神様だな。あんまり嬉しくないけど。ほら、失礼にも程があるぞ。え、今考えたこと読んだんですか？いや、当てつっぽうじゃ。どうせそんなことじゃろうと思うとった。神通力は弥生さんの方が強いんじゃないか。ははは、すみません。で、本当にどうしたんですか？この神社の者たちも気づいているようじゃが、どうもここのところ島の様子が不穏でんの。あれか、邪神シャブラニグドゥが復活しようとしてるってやつだろ。
不穏って、そういえば弥生さんも悪い気が充満してる気がするって言ってたな。あんたが課金ガチャを信者の方々に勧めるからじゃないの？悪い気、確かにそれもある。じゃがそれだけではないぞ。今まで貯め込んだ金を FX で溶かせ。どういうことですか、辰神様。島の奥にある動きが一つ、島の上にある動きが一つ。邪神は一人じゃないってこと？それに島そのものも揺れ動いてある。これは民の心の揺らぎじゃな。神様の数え方って一人とかじゃないよね。一柱なのかな、一柱とかそういう数え方だっけ。よく知らないけど。ああ、それはもしかすると再開発問題の対立が原因かもしれませんね。うん、何十年何百年経っても人間は変わらぬの。一番人間臭いことしといて何を言いますか。ってことは昔も争いがあったんですね。うむ。ところで一つ聞くが、お主はこの島とどう関わりたいのじゃ。女の子と仲良くなってこのゲームをなんとかいい感じにクリアしたいです。ちょっと今やばいんです。なんかね、弥生さんの方にフラグが立っちゃってんじゃないかっていうね、不安が。俺が浮気してるのが問題なんだけど、どうって言われても。実は俺、あと1ヶ月くらいしたら本土の他の土地へ引っ越さないといけないんです。だから島にはもうあまりいられません。アナチは一つところにとどまるとね、悪い気がたまる体質だからね。なんと、そうじゃったのか。そういう設定があるかどうか知らないけど、今適当に言いました。それにしては神社の娘と寝頃になっておるではないか。それについてはどういうつもりなのじゃ。なんだこのゴシップ誌の記者みたいなジジイは。辰神様にそんなことまで話さないといけないんですか。無理にとは言わんよ。暇なんだろうな、神様ってやつは。ずっとね、人に見られることもなく何百年も過ごすからね。何でもありません、わかりません。真面目に考えてます。真面目に考えてはいないよ。あくまでタマちゃんが戻ってくるまでのね、その、まあ、なんていうの、暇つぶしっていうと怒られそうだけど、どうしようかな。まあ真面目に考えてると言ってこうか。バチとか当たったら嫌だしね。それは真面目に考えてます。弥生さんが神社を継ぐつもりなら俺もいろいろと覚悟を決めないといけませんし。あ、そうか、そうじゃの。お主も見かけによらずなかなかやりよる。何ですか、辰神様、他人事だと思って。うっとうしいな。さらばじゃ。何しに出てきたんだよマジで。お、終わりかい。あ、え、そんな急に消えなくても。急に辰神様が消えるので、不穏なものの正体についてもう少し聞きたかったんだけどな。コメントでもあったけど、弥生先輩のルートはちょっとシリアス展開になるのかもしれないですね。辰神様とその邪神と弥生さんと島の再開発問題について、この島が何かよからないことに巻き込まれる的な展開になるかもしれないですね。下手したら人が死ぬかもね。まあ現時点で幼なじみが消滅してるわけなんで、ちょっとね、不穏な展開にはなってきてはいますけどね。その片鱗はもうあるよね。とりあえず今日は上がろう。ほい。たまちゃん帰ってくるのってあと2日後だよね。メールは来てる。あと2日カウントダウンだ。先輩に会えるまであと2日だよ。玉木は旅行中。風呂じゃない、温泉にたくさん入ってお札がツルツルだよ。ね、先輩、玉木のツルツルお肌触ってみたい？見たい。え、見たいって言ったら触らせてくれんの？ただで？マジかよ。見たい見たい。触ってみたいよ、ツルツルお肌。必死だな、アナッチ。わからんでもない。え、マジでいいのかな？玉木ちゃんだったらいいよって言うかもね。ベベー、残念でした。結婚するまで玉木には指一本触れさせてあげません。まあ、パンツとか見てるから今更な感あるけどな。そんなことをしたら先輩、玉木のパパに絞め殺されちゃ
お前のお父さん何なんだよ。スタンハンセンかなんかなの？だからくれぐれも気をつけてね。じゃあ玉木はもう一回風呂に入ってくるね。あ、静香ちゃんか。もうまだ死にたくないよ。玉木ちゃんのお父さんってそんなに凶暴なの？知らなかった、気をつけるよ。私のパパは凶暴ですよってこと？っていうかわざとだよね。玉木ちゃんが楽しそうで何よりだよ。温泉ゆっくり入ってきてね。おやすみ。締め殺される覚悟で玉木ちゃんにいたずらするってのもありかもね。いたずらしちゃいます。お、まだ帰ってくる？のぼせたよ。ちょっと長く入りすぎてのぼせちゃったよ。でもなんか気持ちいい。え、もう入ったの？すっげえ速さで返信返ってきたけど。先輩もう寝ちゃったかな？ねえねえ先輩、起きてますか？玉木だよ。なんか若干鬱陶しいな。玉木ちゃんのぼせてるっていう、それ酔ってない？こっそりアルコールなんか飲んでるんじゃない？とにかくもう寝た方がいいよ。おやすみ玉木ちゃん。未成年なのに酒を煽ってるのか。なかなかただれた生活をしてるじゃないか。酒飲まずにはいられないってことね。もしかしたら両親が不仲なのかもしれないね。セーブはいいや。お、何のイベントもないの？何のイベントもないけど、弥生先輩のイベントとかさ、なんかここにアイコン出てなかったのにメールが来たことあったよね。一応見てみるか。まああとあれ、保健室の白鳥先生と、あと美術部の女の子のイベントがあるからね。あれだけはやっておこう。もう少しじっとしててください。漏れそうって何？漏れそうって何なの？漏れそう。あのさ、すごく言いにくいんだけど、実はちょっと漏れそうなんだ。漏らしちゃえ漏らしちゃえ。え、もうできたの？いや、なかなか赤取らなくて、これ以上は難しいと思います。あらら、いや、それは仕方ないです。私の方からお願いしたんですから。あ、クエスト失敗しちゃったよ。ちょっとこれは嫌だな。せっかくここまでやってきたのにね。やり直すか。今の選択肢をちゃんと選ばなきゃダメだったな。女子の前で放尿を匂わせるのは良くなかったってことですね。ちょっとやり直します。大丈夫ですか？もちろんです、プロですから。もちろん、まだまだ大丈夫だよ。この後選択肢が来るんだよね。もう少しじっとしててください。漏れそうを選んじゃうと失敗しちゃうんで、わかったを選ばないでね。うん、わかったとは言ったものの、さすがに厳しいぞ。完成するかな、どうだろう。あれ、ダメか。あー、今までのトータルでこれ決まっちゃうのか。あー、そういうこと。あー、わかんないよねこれは。んー、せっかくここまで頑張って全裸になってきたのに失敗してしまいましたか。ちゃんと5時間くらい、これ5時間くらい経ってるよね。付き合ってあげないと成功しないってわけなんだ。あれ、ない、もういなくなっちゃった。うん、これは仕方ないね。うん、難しいなこのゲームのクエスト。ヒントがほとんどないんだもんね。じゃあ帰ろう。特にイベントもなさそうだしね。あ、辰神神社寄ってもいいかな。まあいいや。いや、移動するのが面倒とかそういうわけじゃないです。もう遅いですからね。神様も今から行くとあれでしょ、迷惑でしょ。今部室にしれっとメグネいた？消滅したはずなのに生きてたのか。もうすぐ帰るよ。先輩、今帰りの移動中です。やっと明日、おお、やっとか。先輩に会えるよ。ああ、長かった。玉木もう途中で一人で帰ろうかと何度も思ったもん。それはお父さんとお母さんがかわいそうだろ。先輩にお土産も買ったからね、楽しみにしてて玉木。おかえり。そっか、今移動中か。となると家に着くのは少し遅くなりそうだね。明日寝不足にならないといいけど。まあ、玉木ちゃん8時 には寝ちゃう子だからね。まあ、移動の
新幹線、飛行機、車の中で寝ればいいんじゃない？大丈夫。帰ったらお風呂に入ってるだけ、入って、ん？帰ったらお風呂に入ってるだけだもんって何？入って寝るだけだもんじゃないの？明日も午前中ゆっくりして、午後から学校に行くから。先輩こそ昼過ぎまで寝過ごしたりしちゃダメだからね。それじゃあ、明日ね、先輩。あ、そっか。まだ夏休みだもんね。俺も大丈夫。寝過ごしたりなんかしないよ。明日ね、たまきちゃん。そっかそっか。明日が学校だったら確かにね、きついかもしれないけど。まあ、部活出るだけだもんね。よし。ちょっと28日は何も起こらなかったんで、このまま、27日か。28日行きましょう。お！久しぶりの部長。ただ、メグネーはもういないんだね。悲しいね。ローディング中よ。バナージ。の、スタンバってる。おい、玉木ちゃんじゃねえか。この位置からなら。よーし、やったぜ、ベイビー。あ、あ、先輩。君が悪いのだよ。イベントフィールドをもう少し広く張っていない君がね。玉木ちゃん。先輩、ただいまー。男嫌いの玉木ちゃんがすごい進歩したね。うわ、玉木ちゃん当たるところがない。平坦だ。まるでギアナコーチのようだ。おかえり玉木ちゃん、久しぶりだね。どう、旅行は楽しかった？うん、でも先輩に会えなくて寂しかった。おお、俺もだよ玉木ちゃん。君がいない一週間は一人寂しく枕を涙で濡らしていたよ。あ、それはもう心配ないよ。ほら、こんなところで立ち話もなんだから部室へ入ろう、玉木ちゃん。こんなところっていう単語に反応しちゃうな、俺。ねえ先輩、玉木のいない間どうしてた？え、いやもう家と学校の往復だけだよ。ちょっと部室に顔出してすぐ帰ってたからね。することもないし、どうって言われても特に変わったことはなかったかな。本当に？うん、ちょっと邪神が復活しそうになってるくらいだよ。大丈夫大丈夫。そうだよ、本当に何もなかったよ。怪しいな。旅行に行く前にあんなに約束したのにメールくれない時があったのはどうして？え、毎日返信しとるかな私。何を言ってるんだい。それはごめん、ついうっかりしてて。でもちゃんと返信した日もあるでしょ。毎日するって約束は？え、したよ。俺してないかな。したよね。え、すみません。まあいっか。これからは玉木が直接先輩を監視するから。なんだこのサイコパスは。怖えぞ。え、俺の下級生がこんなにサイコパスになっちゃった？やばいやばい。か、監視？うん。だから安心してね、先輩。私、常日頃から束縛されたいとは思っていますが、監視はちょっと。いや、逆に超不安になっちゃうんですけど。あら、玉袋さん。お帰りなさい。お、弥生先輩、部長。玉木、戻ってたのね。今日から復帰。はい、部長、弥生先輩。今日からまたよろしくお願いします。やっぱりメグネーはいないんだな。あの言葉を残して、メグネーはこの世界から旅立ってしまったんだ。玉木ちゃん、悲しま、いるし。メグネー、いるじゃねえかよ。俺は生きてるって信じてたけどね。夏休みもあと少しで終わりだね、アナッチ。はぁ、あ。いや、わかんない。みんなには見えてるけど、いや逆か。俺には見えてるけど、みんなには見えてないっていう可能性もあるよね。先輩、玉木取材なんだけど、協力してくれるよね？時間的にどうだ？いけるか。いけるかな？あんまり時間取ってないからいけるかな？うん、まあいいや、行こう。わかった、一緒に行こうか。よかった、先輩がいてくれると安心するんだ。ほえなんだ今のほえって。俺はさくらちゃんか。え、で、クエストは？あー、取材。保育園園長の愛情。夢島保育園へ向かおう。はー、大神葉月。あれ、先輩の関係者かな。おお。待ってよ先輩。名字が一緒ってだけ。まあいいや、行ってみればわかるっしょ。行ってみればわかるっしょ。